どうもこんにちは、カノカズマです。本日はあのイギリスのカルト的ドラマをハリウッドがリメイク、ユートピア悪のウイルスについての感想を言っていきたいと思います。このドラマもうすでに、打ち切りが決定してしまったので、まあ感想を言う必要もないかもしれませんが、感想を語っていきたいと思います。まず今回のユートピアを簡単に説明しますと、もともとはイギリスで放送されていたドラマなんですよね。で、このドラマがまあすごいカルト的な人気があって、僕もねすごい好きで、僕のそのオールタイムベストを決めるとしたら入れたいぐらい、もうむちゃくちゃ好きなんですよ。で、内容はまあユートピアというカルト的なコミックがあって、一部のマニアでしか知られてないようなコミックがあって、でそのコミックにパンデミックとかが描かれてるんだけど、それが実は本当なんじゃないかと、実はこの出来事の裏には何かの陰謀があるんじゃないかということに気づいた主人公たちが命を狙われるっていう、そんなドラマで、まあストーリーだけを見るとね、まあ、ちょっとこう浦沢直樹的なそんなお話ですよね。で、何がすごかったかっていうと、映像と音楽、もうこの二つがもう唯一無二って感じの凄さで、まず映像に関してはそのドラマとは思えないぐらい美しいんですよ。ちょっとスタンリー・キューブリック的なシンメトリックな映像にすごい美しいんだけど、ちょっと独々しい色使い、この不気味に美しいっていうところが結構ねすごかったんですよ。で、音楽もちょっとこうノイズっぽい音楽で、これもねほんと特徴的で、いやもう本当にすごくて、特にね展開もすごくて、1話と2話の展開がねもうほんと衝撃的で、オープニングだけは確かね YouTube にね上がってたんで、もうそれだけでも見てほしいぐらいすごかったんですよ。そんなカルト的なイギリス版をアメリカでリメイクすることになったんですけども、一番最初の段階では HBO で制作、デビッド・フィンチャーが制作総指揮という、すごかったんですよ。もうこの二大ブランドでやるっていうところが、もう僕はもうほんとめちゃくちゃ期待してたんですけど、その二つがですね消え去りまして、Amazon プライムビデオで制作することになって、まあ、ちょっとがっかりしてたんですけども、ただですね今回のそのアマプラ版には制作のそのクリエイターにギリアン・フリンが入ってたんですよね。ゴーン・ガールなどで有名な、まあなんでしょうね、アメリカの港かなって感じですか。そんな人が今回制作に入ってるってことで、最初はねめっちゃ期待してたんですよね。という感じで、まあ、今回のアメリカ版そんなに面白くはなかったですね。正直ねイギリス版と、まあ、比べちゃうんですけど、イギリス版で良かったなっていう部分がことごとくなかったですね。その不気味に美しい映像表現とかも今回なんかあんまり感じられない。こっちの方がねどう考えてもお金かかってるんですけど、そこもなかったし、音楽もそんなに特徴的ではなかった。まずねこの2つがないっていう時点で大幅に魅力は激減ですよ。そもそもこのユートピアってお話自体は結構変な話で、いやなんかよくわかんないお話なんですよ、もともとね。だから今回のアメリカ版も本当よくわかんないですよ。普通に見てても正直ちょっとそのよくわかんなくて、一応今回のアメリカ版ではイギリス版と違って、そのウイルスというかワクチンを作り出した科学者の視点っていうのが入ってくるんですよ。イギリス版あったかな。いやなかったと思う。まあその人の視点っていう部分はなかなか面白いものはあったと思うんですよ。今のそのコロナ禍のウイルス社会ということを考えたときに、こういう自作自演でそのウイルスとワクチンを作り上げる社会っ
ていう部分は、まあなかなか興味があるものがあったと思うんですけども、ただそんなに、なんだろうな、展開的にも結局よくわからず終わってしまったかなと。うん、最後のなんかこう、8話の終わらせ方とかも、なんか何やってんのって感じだったし、そのワクチンをね、壊すシーンとかも、え、本当に何やってんのって感じだ、あそこ。なんかね、こう、一応続くって感じで終わってて、その一応続けるための、その余韻みたいなものはあっても、そのシーズン1としての終わりとしては、本当によくわかんない。もう俺の感想もよくわかんなくなってきちゃったね。もう本当わかんないのよ、このドラマに関して。魅力はないですよ。ベッキーが可愛かったという、それだけでした。という感じでですね、本当にあまり面白くなかったですね。そのイギリス版にはないアメリカだけの魅力ってものが、本当に感じられなくて。ね、こっちの方がね、絶対お金かかってると思うのに、なんかほんと全部の部分が劣化してるって感じなんですよ。なんでこんなことになっちゃったんだろうな。ギリアン・フリンがね、制作入ってるのに。そう、ほんとにない。ほんとにやっぱね、イギリス版がすごすぎて。だからもうみんなにはイギリス版を見てほしいのよ。どこで配信してんのか今知らないけど、イギリス版はね、ほんとに役者がね、よかったな。今回そのアービーっていうね、キャラクターがいるんだけど、そのイギリス版のね、アービーのね、不気味さにはね、勝てないよ。いや、本当に。イギリス版のアービーはね、本当に怖いの、めちゃくちゃ。本当に顔はね、なんか、あどけない顔してね、もうバンバン人殺してるところがね、マジで不気味で、それに比べるとね、今回のアービーはね、全然なんですよ。で、もう一人ジェシカ・ハイド。ジェシカもね、その別にイギリス版のジェシカは美人っていうほど美人じゃないのよ。別にもともと。でもね、なんかこう不思議な強さというか、そう、この人もこの人やっぱ怖さがあって、今回のね、アメリカ版のジェシカはなんかただのガサツな女っていう風にしか見えなくて、いや、本当にね、別に何も良くなかったな。そりゃね、打ち切りになるよ。そりゃやっぱりこれはね、打ち切りになっちゃうなって感じがする。なんかもう全体的にやる気が感じられないんだもんな。いや、もともとのさ、イギリス版もシーズン2で終わりで、しかも本当に中途半端なところで終わるんだよね。そう、この先あれ、なんか続くのかなと、なんかあるのかなってところで切られてるから、だから今回のね、アマゾン版では、あ、ちゃんとあの先を見せてくれんだろうなって思ってたから、そこがね、もうこっちも打ち切られちゃうんだったら、もう、いや、ほんと残念だな。これだったらもうほんとイギリス版復活しないかな。無理か。あれだって2012年とか2013年の作品だから、だから無理だね。いや、でも本当にイギリス版を見てほしい、みんなには。ちょっと予告ぐらいは概要欄に置いとくんで、見てほしい、そっちを。絶対面白そうだなと思うから。だからまずそっちを見て、気になったらアマゾン版でも見てください。ということで、今回の動画はこれで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。